皆さんこんにちは、ネイリストのアスカです。今回の動画は今人気のバカラネイルをアレンジしたグラスネイルの作り方をご紹介します。整然と並んだ細い線がキラキラとグラスのように輝くこのデザインはバカラネイルの進化系と言ってもいいほど。ちょっと難易度は高めですが、5本指の中に1本だけポイント使いで入れるとパッと華やかな仕上がりになりますので、最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。今回はネイルチップに塗っていきますが、地爪に直接塗る場合はネイルケアをして、爪の表面に軽くヤスリがけをして、エタノールで油分除去をしたら、ベースコートを塗ってライトで硬化したところから始めましょう。まずは下地のカラーを塗っていきましょう。ここではキャンドゥのマグネットジェルを使っていきます。このマグネットジェルを爪全体に塗り広げます。全体に塗り終わったら、硬化しないままマグネットジェル用の磁石を爪に当てて、キラキラの粒子を真ん中に集めます。ゆっくりと爪に近づけたら、爪側にクイッとひねります。こうするとキラキラが左側に寄りました。同じようにして爪の周りから一周ぐるっと当てて、爪全体がキラキラになるように当てていきます。マグネットジェルの基本的な使い方はこちらの動画でもご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。爪周りにぐるっと当てて、こんな感じで爪全体がキラキラになったら、このまま硬化します。本来はマグネットジェルも二度塗りするのが基本ですが、グラスのように透けた感じを残したいので、今回は二度塗りはせずに次に進んでいきます。それではここで一旦ノンワイプマットコートを爪全体に塗り広げます。先に表面を仕上げておけば、この後グラス模様を描き終わった後にトップコートを塗らなくても済むからです。またマットコートを塗った方がよりグラス模様が引き立って見えるのでおすすめです。全体に塗り終わったら硬化します。それでは次にグラス模様を描いていきます。使うのは極細のライン筆とアイシングジェルです。アイシングジェルがない方は水飴のようなハードジェルやアート用のジェルでも大丈夫です。それではこのアイシングジェルをライン筆にとってグラス模様を描いていきます。まずは爪の真ん中に曲線を描きましょう。ジェルを少なめに取ったら、爪の根元に筆先を置いてゆっくりと筆を動かします。一本描いたらジェルが垂れてこないようにライトで2、3秒当てて仮止めをしておきます。次にほんの少し間隔を空けて、この線の右側に同じ線を描き足していきます。このグラスネイルを描くコツは、とにかく細い線で描くこと。最近流行りのバカラネイルはこちらよりも太めで立体的な直線で描いていきましたが、こちらは極細の線で描くことでその美しさが際立ちます。ですのでより細い筆を使ってジェルも少なめにとって描いていきましょう。右端まで描き終わったら、今度は左側にも同じように描いていきます。
こちら側は変化を持たせるために爪の根元側から先ほど描いた曲線に向かって線を描いていきます。残った左下部分にも同じように曲線を描いていきます。爪全体に描き終わったら、今度はジェルに記載されている規定通りの時間でライトに当てて、しっかりと完全硬化させます。最後にアイシングジェルに残っているベタベタとした未硬化ジェルを拭き取ります。キッチンペーパーに消毒用のエタノールを含ませて拭き取りましょう。専用のジェルクリーナーでも OK です。これで完成です。マグネットジェルのキラキラした細い線が整然と並んだ模様がまるでグラスのようなデザインに仕上がりました。グラスネイルの作り方いかがだったでしょうか。バカラネイルよりもより繊細で難易度も高いデザインですが、5本指の中にポイントとして1本取り入れるだけでパッと華やかに仕上がりますので、皆さんもぜひお試しください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんのお役に立てたらぜひグッドボタンをお願いします。また私の動画をもっと見たいという方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。またねー。